チェーザレ・ナターリはイタリア、ベルガモ出身のサッカー選手。ポジションは DF。アタランタの下部組織出身で1997年にプロデビューを飾る。当初は控えだったが2002年頃からレギュラーに定着するよ、いうになり、同年には21歳以下のイタリア代表にも選出されている。2005年7月1日、7年間在籍した。 アタランタを離れウディネーゼに移籍。ペア・クロルドルップやクリスティアン・サパタ等と共にセンターバックを組んだ。しかし、定位置を確保するには至らず2007年7月4日にトリノ FC へ移籍。主軸として活躍していたが2008から09シーズンに降格。それを受けて2009年7月4日にフィオレンティーナに移籍。アタランタユース時代に指導を受けた。 チェーザレ・プランデッリ監督と11年ぶりの再会を果たした。ただし、フィオレンティーナでは、ダリオ・ダイネッリとアレッサンドロ・ガンベリーニのコンビが、不動の地位を築いており、ウディネーゼ時代の同僚だったクロル・ドルップと共に、センターバックの3番手であった。ただし2010年になってダイネッリは、ジェノア・ CFC に移籍したため、その後は、出場機会が増加した。 2011から12シーズンは、ガンベリーにの負傷もあって、レギュラーポジションを獲得。この年、下部組織から昇格してデビューした、マティアナ・スタシッチとコンビを組み、自己最多の35試合に出場した。2012年7月26日、かつて共同保有で所属したボローニャに9シーズンぶりに、復帰。U-21 イタリア代表として、2002年の UEFAU-21 欧州選手権のメンバーに選出され3試合に出場した。2004年、序盤にトラパットに監督率いる A 代表に初招集されるも試合出場はなかった。ありがとうございます。